危ない、どうだろう、作ることにした。なんか作った方が美味しいかなと思って、かなと思って、取りも洗いもんな。え、やばい、見えちゃダメ、後ろやっぱりダメかな、ダメ、見えない方がいい、ね、教えてよ、ダメ、見えちゃダメ。え、なんかさ3から5人前みたいなのしか売ってなくて、それしか買ってない、だやばいかな、え、大丈夫、後ろ本当に怪しい、みんなやめてよ、麻婆豆腐作ることにした。可愛いよね、今日からホワイトデー、信用ない、違うよ、え、ないの、5人前なかった、3から5人前しかなかった、本当だよ、やばい、これ10時まで終わんないかもしれない、もぐもぐ配信できないかも、ワンちゃんできない気がする、わかんないけど、え、あとさ豆腐もさ3つ売りしかなくて、どうしよう、てかこれさやばくない、画角わかんないけど、やばい気がするんだけど、え、待って、中辛とか書いてて食べれるかわからない、辛くて、え、食べれるかな、食べれるよね、今、え、待って、水測るやつない、150ミリとか言ってるけど、え、ないんだけど、水測るやつどうしたらいいの、こういう時ってなんか測れるものないかな、ないんだけど、え、どうしよう、適当、え、どうしよう、どうしよう、150ってどれぐらい、どう、積んない方がいい、え、どうしよう、え、150ミリない、水、お母さんに電話しようかな、150ミリってどれぐらいって、大体でいい、いいよね、大体で、まあ、大体いらないよね、豆腐切るだけだし、豆腐って手で切れるもん、ちょっと待って、これダメだよね、映しちゃう、多分、ちょっと待ってね、え、これやばいかな、つんない方がいい、まあいいよね、なんでもいいよね、よくないけど、で、はい、入れます、これならセーフ、でもこっち行ったらいろいろ映っちゃう気がする、なんか辛そうなんだけど、辛そうな気がする、やばい、爆速で作んないと、もう9時だ、え、名古屋で初クッキング、フライパンしかないの、え、フライパンじゃない、麻婆豆腐って、わかんないけど違うの、ね、跳ねちゃうね、オッケー、大丈夫だ、水、え、ちょ、水どれぐらいよ、教えてよ、みんな、どうやってつけんのこれ、え、電源つかない、ついた、どんぐらい、ねえ、150ってどんぐらい、半分、え、こんな少ないの、え、そんな少ないの、え、待って待って、怖い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 、150ミリ、水、え、ダメダメ、焦げちゃう、焦げちゃうよ、待って待って、まだ早い早い、え、どれぐらい、いくよ、
ソップ売ってない。絶対これわかんないけどさ、水弾けばいいんでしょ。適当にいいや、これぐらい入れよう。そして、え、待って、しかも菜箸しかないんだけど、無理。割り箸で作ろう。熱いかな、割り箸で作ったら。よし、入れよう。あ、間違った、電源を入れよう。 OK。 で、水に溶けます。だってこれ水に溶けんだって。え、水っぽい気がする、わかんないけど、なんか臭い、辛そうな匂いがする。これ絶対さ、待って、やばいかもしれない。これ片栗粉もない。これさ、水入れすぎたかもしれん。待って、わかんない、大丈夫か。今のうちに豆腐を切っとく。沸騰してる、沸騰してます。びちゃびちゃなんだけど今のところ。え、大丈夫なの。でも水弾くよねこれ。とりあえず出直し、待って、やだ、やばいんだけど普通に。あ、でもいい感じかも。わかんない、まだいい感じかは。いいんじゃない、切ろう豆腐を。木綿豆腐です。わあ、待って初クッキング楽しい。煮詰まれ、もっと早く切るね、これ。いや、一から作ってないよ、豆腐入れるだけ。豆腐でっかくないんだけど、縦が太いかも。あ、待って、わかんない、これ焦げてんのかな。そうなんだよ、3日分あるの。え、どうしよう、保存方法とかわからない。え、怖い、まだ。苦って、早く、もういい、まだだよね多分。怖い、焦げてそうで怖いんだけど。もし焦げたら応援企画のせいにしよう。朝ごはん食べないいつも。あ、でもいい感じかもしれん。え、待って、これやばいかも。なんで豆腐出したの。え、待って、外れてる。でも、もうさ、まだ、待って、麻婆豆腐ってどんなんだったっけ。ねえ、覚えてない、麻婆豆腐どんなんだったっけ。どれぐらいのとろみ、3ぐらいにしとこう。じゃあ、てか豆腐入れていいかな、もうそろそろ。やめてよ、ブクブク言ってんの分かる？もうできるよ。一旦切るの？これ切らないとさ、あれだよね。やばい、怖い、怖い、怖い。え、待って、
待って待って、早いよ煮詰まるのが。一旦待って、豆腐切るわ。豆腐切ります。豆腐切るね。絹にしとけばよかった。やだ。オッケーイ。包丁はもう台所に入れます。次は火をつける。火をつけるんだよね、これって。火つけるね。こっち。よし、オッケー。これでもう完成だ。でもなんかそう。つけちゃう。ほっとくの、ほっといちゃダメですよ。え、中火。はいはいはい。いい感じかも。でも3にしとこ。え、見る。見たいでしょ。見たいよね。見せてあげる。じゃん、良くない？普通に。良いでしょ。あっつ、わかんない、味が熱すぎて。はいはいはい、いいじゃんいいじゃん。なんでもできる女だからね、レナ。え、びしょびしょなの。え、嘘。え、じゃあもうちょっと煮詰めるわ。だよね、ちょっとびしょびしょだよね。ネギいらない。ひき肉入ってるんだけど。入ってないかも。え、入ってるよ多分。なんか辛そう。ひき肉入ってるよ。熱そう。ない、とろみのやつない。待って、いい感じになってきた。結構ごめんなさい怒られた。フライパンあげないでって。蜂蜜ないんだけど。叱られた。鍋あげんなって余計なことしない。怖い。熱い。こっちいいんではない。これこんな感じでいいんじゃない。みんなチェックしてよ。どう？これぐらい。どうですか？怖い。暴れてる。耐熱だし、これ入んの、これ。
入れてさ、保存すればいいんじゃない？あの、あれして、待って、見えちゃう？大丈夫かも、いいよ。やばい、頑張ったんだけど、普通に。じゃん、できた。熱い、手が。オッケー。で、どうしたらいいの？わかんない。わかんない。おいしい。おいしい。食べる。あー、マジうまい。え、ちょっと待って、これさ、どうしたらいいの？白ご飯ある。白ご飯って一緒じゃないとダメだよね。普通に。待って、熱い熱い。待って、暗すぎた。じゃあ、ちょっと待っててください。